ファイナルファンタジー13実況プレイ実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。読み方調べといたぜ。金の神女無限の払拭でございます。神女、真理って意味ですね。そのまま変わらぬこととかそんな感じで書かれてます。よーし、じゃあ今回はパート91でいただいたコメントです。多分同じ方の福赤だと思うんですが、奥村正隆さん、奥村凛さんからのコメントです。ありがとうございます。初コメです、やっと追いついた FF10 の頃から見続けてます。個人的な意見ですが、クリスタリウムを成長させるとこ裏でやらずみたいですというコメントをいただきました。同じく凛さんから、今までの FF シリーズやドラクエシリーズ、他にも自分がやってるゲームの実況を見させてもらってます。モータルさんを知って3年近くになりますが、これからも応援していきたいと思います。スンっていう顔文字が来てる。スンの顔文字、これでバレるかな、カッコって来てるけど、スンの顔文字を知ってる人はごくわずかだからな。一時期流行ったんですけど、いつくらいだったかな、2年前くらい、いや3年前か、もう2015なんで、まあ2年半くらい前かな、流行ったやつなんですけどね。これ誰なんだろう気になってきたな、一体誰なんでしょうか。あとクラッドだったっけで積んだので、そこから放置してます。 FF13 はというコメントです。ここで戦った中佐ですね、あのしぶとい中佐、プリズンブレイクでマイケルの声をされてた方のが声をしていた、あの中佐と戦ったパートだったんですよね。ここですね。コメントありがとうございました。このクリスタリウム成長っていうのは、まあ、かなり後々になってしまいましたが、反映できてよかったかなと思ってます。ではね、今回いきますか。ジャガーノートだそうですよ。まあ戦ったことある相手なんだよね、だから多分さっくり終わるんじゃないかな。ランク A みたいな、ジャボテンダーどんだけ強かったんだっていう話になるけどね。ああ水を差すね、やっぱりちょっと遅いな。トライディザストロー、まずは飛んでるやつを落とせ。あ、終わった早い。ノスフェラーという強いね。ケルベロス攻撃でゴリ押せるかな。あ、いけそう、ギリギリ押せる。1個打ったらフューリアスに変更して、お疲れ様です。あ、溜まってなかった、まあいいや、倒した。余裕だな。相変わらずイケメンですね、ライトさんは。さて、いざ勝負。ジャガーノート、戦い方はこいつはよく覚えてる。最初バッファー打った方が強いんだから、これで打った、これでいきましょう。いまだに名称覚えてないよ。トリスメギトス、トリスメギストスかな、トリスメギストスか。いざ勝負勝負。最初出会った時はもう全く歯が立たなかった相手だったよね。そう、このファイヤーでもういきなり死んでたからね。バファイかけましょう。逆に弱点は標準半減か。じゃあまあもう応援任すかこの後どうせ上位の掛け合いで全く意味なくなっちゃうんだけど、ライト。はーい、じゃあもうこんなもんでいいでしょう。柱に変更してサクッといきましょうか。ウィーク出ましょう。ウィーク、レプロテム入るのか。あ、オッケー、入った入った。もう多分これで勝てるわ。お疲れ様でした、お疲れ様でした。あ、トライディーザストなってなかった。お疲れさ、お疲れさ、ドーン。お疲れさ、お疲れさ、お疲れさ、お疲れさ。意外とたまりが悪いな。あー、洗浄してきたか。これでバッドステータスが全部なくなるんだって。確かに、もう一回かけ直すか。あれ、なくなってない。じゃあトライディーザスター、もう一回ためろ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 。あ、消え始めましたね。アシュラーでーバッドステータスもう一回つけ直してあげてからのケルベロスで打ち上げて空中でお疲れ様でした。ジャガーノート戦でした。着地全く一緒だったね、2人かっこいい。お疲れ様でした、イエーイ。
おお、終わり。早い。ザボテンだ。どんだけ強かったんだよ。はい、ということでね、今回もあっという間にこのパート終わってしまいましたので、もう一つコメントいきましょう。TJ ナオキーさんからのコメントです。ベヒーモスゼロ式サーティーンツーの悪い思い出が思い出す。悪い思い出を思い出す。というコメントをいただいてます。サーティーンツー、ベヒーモスゼロ式とかあるんだ。サーティーンにベヒーモスゼロ式って出てきてた出てきてたかな。出てきてたら申し訳ないんだけど、なんか、やばい相手なんですかな。まあ、あれですよね。FF シリーズでベヒーモスって言ったらもう、中盤から終盤にかけて出てくる厄介な敵、筆頭ですもんな。やばいのがいるんですね、サーティーンツーにも。サーティーンツーの実況もね、いずれやりたいですよね。サーティーンやったらやっぱサーティーンツーとリターンズは、やらなきゃダメでしょ、みたいな。コメントこれから来ると思うんで、ね、間違いなく。で、やってほしいっていうコメントも来たし、もう、前のパートでも言ったけど、やっぱ特例で3年経過してないリターンズもやってほしいっていうコメントまで来てしまってますからね。自分もやりたいっていう気持ちはものすごくあるんで、ちょっと時間はかかりそうですけど、いずれこの132ベヒモスゼロ式とも相対したらなとは思ってます。はい、ということで今回はここまでですね。超短いな、2連続で。それでは今回はここまで。皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。